今回は最近コンビニでよく売られているザバスのプロテインを飲む前に注意した方がいいことを紹介します。で、結論から言うと、それは実はザバスのプロテインはコスパが悪いってことです。まあこれは栄養と価格を見ればわかるんですけど、ザバスのプロテインはタンパク質が 15g でお値段が167円です。で、それとは対照的に粉で作るプロテインは1杯タンパク質が 21g でお値段が53円ほどなんですよ。まあこれメーカーによっても違うんですけど、まあこれ横に並べて比較すれば一目瞭然なんですけど、ザバスって粉のプロテインに比べタンパク質量が少なくて値段が高いんですよね。明らかにコスパが悪いんですよ。なので基本的に僕はダイエット中にタンパク質を取る目的でプロテインを飲むという人にはザバスはあんまりおすすめしないです。粉のプロテインを購入した方がいいと思っています。今習慣的にザバスを飲んでいるという人も粉のプロテインの購入を一回検討してみてください。まあただ一応言っておくと、これザバスのプロテインを買う必要が全くない、買う価値がないという話じゃないんですよ。粉のプロテインを推奨している僕でもザバスを飲む時はあるんです。それは急な用事が入って予定通りに食事を取れなくなった時ですね。例えば予定だと16時に家で食事をするつもりだったんだけれど、15時に仕事が入ってそれが難しくなった時とかですね。まあその場合はコンビニザバスを買って飲むっていうのはいいことだと思います。粉プロテインに比べれば劣ると言っても、他の食事に比べればザバスプロテインは優秀な食品なんで、何が言いたいかっていうと、ザバスは緊急事態ではとても優秀、活用できるものなんですよ。それ以外の日常では粉プロテインの方が優秀ですよねという話。もちろんザバスのプロテインの味が好きでそれを飲んでるとしたら別に続けて構わないので、まあこれはあくまで個人的な推奨なんですけど、基本的には粉のプロテインを飲んで、それ以外の緊急事態でザバスのプロテインを利用するようにしてみてください。その方が食費を抑えながらタンパク質を取ることができると思います。